アーカンソーポストの戦いは南北戦争のビックスバーグ方面作戦の一部として1863年1月9日から11日にかけてアーカンソー州アーカンザス川川口近くのアーカンソーポストで行われた戦闘である。南軍はアーカンザス川を守りミシシッピ川を航行する船舶を妨害するための基地として パインブラフから45マイル下流のアーカンソーポスト近くにドモリの砦を建設した。この砦はアーカンソー州のトマス・ハインドマン将軍にちなんでハインドマントリデと名付けられた。そこには主にテキサス州の騎兵とトマス・ジェイ・チャーチル巡将の指揮する参個旅団のアーカンソー不標合わせて約5000名が駐屯した。北軍ジョン・ A ・マクラーナンド少将は 待望のある政治家であり、エイブラハム・リンカーン大統領からは、テネシー州メンフィスから、ビックスバーグに対して、軍団規模の構成をかける許可を得ており、軍事的栄光を期待していた。この作戦は、テネシー軍指揮官、ユリシーズ・グラント少将の作戦にとっては一致しない、ものだった。マクラーナンドは、グラントの部下であるウィリアム・シャーマン少将にその軍団を、マクラーナンドの軍団と合流するよう命じ、 約3万3000名となったこの2個分団をミシシッピ軍と呼ばせた。マクラーナンドはリンカーンには告げていたその栄光を求めた動きを7月4日にビックスバーグへではなくアーカンソーポストへ向けて水陸共同で開始した。7月9日夕刻にアーカンソーポスト近くで北軍の艦船が陸軍を上陸させ始め、陸軍は上流のハインドマントリレに向かって進軍を始めた。 シャーマンの軍団は、南軍の残豪戦を突破し、南軍は、防御を施された砦と近くの射撃号に撤退した。7月10日、海軍将官、デイビッド・ディックソン・ポーターがその艦隊を、ハインドマン砦に向かわせ、そこを砲撃して、日没と共に撤退した。7月11日に、北軍の大砲が川の対岸から砦を砲撃し、 効果的に砦内の南軍大砲を沈黙させ、不評体は攻撃の配置についた。北軍の鉄装交換が砦への砲撃をはじめ、ポーターの艦隊はその横を過ぎて、いかなる退却も遮る姿勢を示した。この包囲とマクラーナンド軍団による攻撃の結果、チャーチル将軍は、いかなる犠牲を払ってでも砦を守れと命令されて、いたにもかかわらず、その日の午後に降伏した。 この戦闘の結果、両軍合わせて6,547名の損失となった。北軍は戦死134名を含め1,047名となり、南軍は大半が降伏で5,500名となった。北軍の損失が大きかったし、この勝利はビックスバーグ戦領には何も貢献せず、ミシシッピ側における北軍艦船の航行に対する障害をまた一つ。 取り除いただけだった。グラントはその方面作戦の全体戦略からは、外れたマクラーナンドの行動に激怒し、マクラーナンドにミシシッピ側に戻ってくるように命じ、ミシシッピ軍を解体して、ビックスバーグ方面作戦を行う自らの指揮下に入れた。第13軍団、ジョージ・ W ・モーガン准将第1師団、アンドリュー・ J ・スミス准将第2師団、 ピーター・ジェイ・オスターハウス准将第15軍団、ウィリアム・シャーマン少将第1師団、フレデリック・スティール准将第2師団、デイビッド・スチュアート准将50隻の輸送船と13隻の、奉還、アセス・ニューエラ、アセス・ブラック・ホーク、アセス・レキシントン、アセス・モナーク、アセス・グライド、アセス・ラトラーほか、および、鉄層交換アセス、ルイビル、アセス・シンシナティとアセス・バロン・デ・カルブ・ハンドマン取りで、 守備隊、トマス・ジェイ・チャーチル順将第1旅団、ロバート・アール・ガーランド大佐、第2旅団、ジェームズ・デッシュラー大佐第3旅団、ジョン・ W ・ガニントン大佐。ありがとうございます。